2023フィールではありません。あろうな、知ってるわい。あ、ほんと前行け、前行け、行こう、行け、せーの。あはははは、はい、あはははは、どうだった、うわ、見えるか、行くよ、はい、行くよ、はい。おお、どうも少年忍者でーす。よろしく。出ました、出ました、出ましたよ、この格好は出たよ、来てしまいました、ついに来てしまいました、この時期が来ました。忍者恒例企画、はい、安藤深田 MC 恒例企画なんですか、なんですか、そこいらない。じゃあタイトルコールいきますね、はい、今日の企画はバレンタインスペシャル、おしゃれコーデ対決2023冬。わかんない、初めて見る人はわかんないかもしれない。そうだよね、そう、そうだよね、そんなでも盛り上がるようなことではないです今回は冬のおしゃれコーデ対決ということで、はい、今回初メンバーも、はーい、はーい、楽しみだね。いやいですね、仲間入りだけど、こっちはもう変な元気出てるんだよ。え、でも初でしょ。あ、初だけど、今までのおしゃれコーデ対決は見てた、見たよ、全部見たよ。どうだった、全部見たよ。いや、わかんない、今回は違うかもしれない。前回もそれだったよ、まあ、今まで結構いろいろありましたけど、なんと、はい、今回は僕たちのために特別なステージが中でされてました。いや、違う違う、初めてのやつが一番嫌がってた。メンバー見てたら分かるって怖えってということで、じゃあ早速中見てみましょうか。はい、行、はい、きましょうか。オープン、青、青、どういうこと、なに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 、これはもう確定だ、確定すぎるでしょ。水か、ルシルか、なや、え、マジでなになになんだこれ、え、水、え、違う、なに、みなさん、なんですか、ですか、ハンデ読んでます、俺たちですか、お察し、じゃあお察しの通り、まだ早いな、早くない、今回の企画は、おしゃれデートコーデ企画、うん、ではありません。だろうな、そう、ね、知ってるわい、これ見たら分かるよ、分かっとるわ、まだファッション見せてないで、そんなカンペにすんな、分かってこいや分かっとるわ。改めて今回の本当の企画は、何ですか、怖いんだけど、頼む頼む頼む、手の抜くんだ、水に濡れるな逆さメガネチャレンジ、なんだ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 、ひどいよ、何何、水やん、あ、今なんだ、雑すぎでしょ、今かい、じゃあ今かい、せっかくなんでもう脱いちゃってくださいみたいな感じでさ、10分くらいかけてさ、ランウェイ撮ってたのにさ、そうだよね、濡れすら省く、じゃあもういいですか、もう脱いじゃう、この中で濡れるんでしょうか、もうだいぶ巻こうとしてるじゃん、これこの形なんだ、もうインサートとかも撮りません、長さもなんかちょっとごめんね、なんか、うん、まあごめん、いつもと違うけど、ランウェイがないから今回そんな感じじゃないみたいな、普通に来ちゃってるわ、なんか濡れてもいいみたいな、濡れてもよくしない、バカ野郎か、これ俺山君からこれ、でも濡れてるって分かりやすいようにグレー着てきてるバラエティ分かってるよ、さすがだわ、やめろって、はい、ということで手元に逆さメガネというやつが来ました、早速ちょっとつけていきますか、なになにこれマジで、外してもできねえだ、似合いすぎて、似合う、似合うな、多分だけど悪口じゃねえよ、いや似合いすぎて、似合うよ、あーこれもガチか、あ、気持ち、え、こんな逆さなの、これ今どこ向いてんの、あ、これ逆さすぎでしょ、待って、マジで言われそう、待って、カメラがどこかもわかんない、ちょ、カメラこれ前が見えない、え、あ、ごめん、なになになに、じゃあ順番どうする、深田から行っちゃう、深田から行くね、ちょ、待って、ジェンがどこ、ジェンが見れないんだけど、どうしよう、あった、結構下見ないでしょ、これやばいって、あ、あ、いけ、オッケーオッケー、ちょっと待って、あ、危ない危ない、もっとしよ、もっとしよ、頑張れ頑張れよ、行くよ行くよ、アホか、いくよいくよ、アホか、ちょっと、ちょっと、ちょっと、おい、アホか、おい、ちょっと、おい、何くれたな、なんだこれ、難しいよな、これで、じゃあ次ちょっと、ま、このペンやってみる、俺もういいよ、で、持って、ペン持って、まず
おいと。クロちゃんがやるわけ。待って待って。なんかさ、あのゲームの中の世界で。あ、じゃあクロちゃん、はい、これを持って、はい、持ってそれを一回開けます。あ、もう見えないんだって天が。一回開いて、また蓋に入れて平行感覚で。こうでいいの？そう。もうちょっと伸ばす。な、見えねえんだよ。もう入ってる。オッケー。視界入ってる。え、これどんぐらいでいける？あの普通に。こうだこうだこうだ、あ、違う違う、マジでこうだ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 、あ、違う違う違う、こうだマジでマジで、え、待って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 、じゃあちょっとワック君、けん玉やってみようか。はい、見つけて、けん玉、はい、見つけました、見つけました、はい、どうぞチャレンジ、せーの、あ、そうなるんだ、できそうな雰囲気ないわ、マジで。オッケー、いくよ、頑張れ。あー、ダメだ、全然マジ無理だろ、これ。え、老婆すぎる、今日は濡れるみたいですここからこの逆さメガネをつけたまま2チームに分かれていくつかの競技で対決する。負けない、対決する。最終的に勝ち越したチームの勝利ですけど、はい、なるほどね、チーム戦ね、3-3で分かれて対決するわけだ。そういうこと。あ、おもろい。最初の競技は逆さメガネで紙風船チャンバラ、イエーイ。じゃあルール説明いきます。はい、お互いのチームから代表者を1人だけ決めて、先に相手の頭についている紙風船をスポーツシャンバルで割ったチームの勝利です。なるほどね。なんかちょっと見たことあるよ、ね、なるほど、ね、ああ、見てるやつだよね。逆さだからこういっちゃう可能性がある下からね、はい、可能性がある、代表者決めましょう、はいはい、スポーツシャンバル、え、決まりましたか。はい、はい、決まりました。ということでこっちチームの代表者檜山くん、はい、決めました。はい、ということでじゃあそっちチームは、うちも僕でーす。よし、大変じゃん。はい、ということでお互い準備できました。はい、じゃあちょっと軽く意気込みから檜山くん、はい、お願いします、力加減ばかり有名なので一発で割っていきたいと思います。いけー、やってしまえ。確かにドラム叩いてるしね。じゃあ僕から意気込みお願いします。真剣を持ったならお前は命をかけることを覚悟しろよ。なんか言ってます。影響されてますからね。はい、なんか言ってます。はい、じゃあ行きますよ。はい。早速じゃあ、お互い後ろ向いてもらって、で、そのメガネを装着してください。はい。ということでじゃあ行きますよ。はい。用意スタートっつったらお互い後ろ、あの、振り返って勝負するね。はい。よーい、スタート。じゃあ、次こう。おー。あれやー。見えてる、見えてないって。あ、手が取った、手が取った、あれ怖っ、本気で振ってる。ここでドラム叩いてる。おお、ナイス、うらーい、あれ、これよ、これよ、うわー、うわー、痛い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 、前行け前行け、いい、あ、ちょっと当たってる、あ、ちょっとで当たってる。はい、頑張れ、めっちゃ顔してる。ああ、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 ということでクリーンヒットしたね。クリーンヒットしたんで、ワック君の勝利。よかったそれ。やれなさそうだけど、どうですかワック君。最初はマジでここも押したら分かんない。あね、顔もどこ見てるの分かってないから、うん、慣れてきてだんだんこの X 軸が、ま、X 軸があったからあとは Y 軸合わせるだけだったんで。お前が頭いい風じゃん。檜山くんはもうこれほぼスポーツ、マジで結構疲れるこれ。忘れてるじゃん。マジか、なんかちょっとかっこよかったよね。なんか続いての競技は逆さメガネでキャッチボール。おー、こちらの競技はチーム力が問われるものになっております。なるほど、3人でボールをキャッチボールして制限時間1分の間に見事多くすることができれば成功ということです。なるほど、ね、だから3人でチームの中でやるってことですね。真ん中大事、真ん中大事だ。はい、でもお互いさ、ワク君と俺で野球ちょっと行ってみましょう。確かに意外といいかもね。あとここで俺プライベートでキャッチボールしてますから。そう、めっちゃいいやん、めっちゃいいやん、仲良しやん。感覚がもうじゃあ、まあ、あと俺次第だ。そうだね。それでは
A チームの挑戦ですが、まず意気込みはありますか？僕が野球ちょっとかじってたんで、うん、真ん中でちょっと中継役ということで一番大事だから、うん、あとやっぱりこれ 声とかマジでチームワークだと思うから、うん、今から投げるよ、はいって声大切にいきたい。なるほど、はい、さっき逆さんのさ、あのチャンバラやったけど距離感が一番わかんないから、ね、まあでも俺とコースは高校一緒だったから距離感近いな。物理的な距離感、それでは、サッカーサメガネキャッチボール A チームの挑戦です。はい、よーい、スタート。ボール見えてる？投げる投げる、いくよ投げる、せーの。おーっと、おい、今頭に来たぞ。どこだ？投げるよ。はい、もう一回投げるよ、ゆうて。ボール見えてる？クロちゃん、いけばボール行ってるよ。え、どこ？ボール見えてる？オッケー、いくよ投げるよ、せーの。よし、おー、ナイスキャッチ。よし、頭でキャッチ。じゃあ、来いよ。行くぞ。来いよ、ボール見えてるよ。行くよ。これ反射神経だ、マジで。体に当てるから、そこでキャッチ。来い来い来い。行くよ、せーの。おー、30秒経過しました。あった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 、これだ。それが確かに俺も頭一回までキャッチだ。それと同じ感覚でクロちゃんは反射神経が悪いって言われた。反射神経が悪い、嫌なイメージついた。はい、ということで B チームの挑戦、ジョイ。どうですか、ちょっと A チームの見て勝っちゃうよ。作戦があるのかな。やっぱ後輩としてやってくださいよ。あ、逃げすぎよっていう。じゃあ早速行きましょうか。はい、よーい、スタート。せーの、はい。はい、失敗。ちょっと見てくださいよ。マジだな。はい、はい、行くよ、行くよ、せーの、はい。長瀬が下手くそだ。おじいちゃん、長瀬頑張れ、応援したいだぞ。頑張れ、せーの。長瀬がふざけて、はい、せーの、はい、適当にやってんな。逆さまだったじゃん、ボール同士で。ということで、結果、どこまでいったんだ。ここまで、枠までか。これで1チーム勝利しました。やった。一緒の方が勝ったか。勝ったのか。そう、終わりやん。続いての競技に参りましょう。サポエロムじゃないの。お前、何番、サポエロムが全てだ。さて、はい、最後の競技に参りました。最後なんだ。もう分かりますよね、メインステージです。はい、本当にブルーシートのメインステージに参りました。そういうことか。ということで、最後の競技は逆さメガネでバケツリレー。どうなんじゃんけ。さっきの2競技3本勝負だけど、結果的に3本目でみんな濡れるよ。濡れるんだね。そういうことだ。前置きってことだ。いや、でもいける。じゃあルール説明いきます。3人ともバケツを頭で抱えて、1人目のバケツにだけ水が入っています。おう。そして隣のメンバーの空のバケツに水を移す。そして3人までバケツに水を移して、最終的にバケツに水の量が多かったチームが勝利。制限時間は1分。3番勝負でしょ。俺らもう2勝してるからやんないよ。違う違う、そういうことじゃない。なんと最終競技なんですか。ポイント、はい、1万点。おー、今までのポイントプレゼントはいいでしょうか。いいでしょう。なんでこいつノリノリなんだよ。おかしいだろ。今までは行ってきた。楽しくて
違う違う、なんだあいつ。これは順番がめっちゃ重要ということだよ。確かにね。はい、じゃあ順番お願いします。順番は1、2、3。15になりました。これは、永瀬が後輩だから2に行かされた。違う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 、そういうことですよね。本当に全員濡れないためにその順になって見やすく、そうそうだね、その順になろうというね。永瀬はどうなの。パワハラです。お前言うなって言ったよな。こっちはなんかクロちゃんが2番目がいいということ。言ってね言ってね言ってね。2番いきました。やったなんかやっぱ恥じるけあるから大丈夫か。恥じじゃねえよ。濡れたいらしいんだよ。濡れたくねえよ。クロちゃんが2行きたいというから2行って、じゃあ俺らも背の順にしようかってなって俺が1。おかしいよ。やっちゃうかも。やっちゃいましょう。行きましょう。はい、準備できましょう。おい、どうですか意気込み。簡単じゃない。実際ね、めちゃめちゃ簡単でしょ、こんなの。そうだよね。濡れなきゃいいだけでしょ。そう、簡単じゃん。いや、あなたは絶対濡れないのよ。え、賞金濡らしたくないから。永瀬 Y。 永瀬 Y。 青木だけは絶対濡れない。永瀬がさっきから元気ないけど大丈夫。いやちょっと水の量が多いな。そんなことない。多いよ。もう水入ってんの。ほぼ見えてない状態でさ、上から5キロ降ってくるわけでしょ。普通にバスだからね。ということで、じゃあそろそろ行きましょうか。はい、そのチェックお願いします。乾杯します。うわー、怖えー。今日さ、これさ、ファッション企画で呼ばれてるよね。そうだよ。どこがファッション企画やねん。いや、もうそのくだりもういいんだ。やって。今までごめん、それ散々やってきたから。もう5回目ぐらい黙って濡れてくれ。いくよ。はい、よーい、スタート。待って、長瀬なんか。頑張れ。なんか頑張れ。長瀬、バケツ頭の上だよ。頭の上。どれだか。負けるか。お、行くよ。はい、行くよ。はい。ちょっとこぼれてる、こぼれてる。でもいけそう、まだいける、まだいける。結構いってる。おおおお。結構うまい。あ、重たい。あ、すごい。30秒経過。え、待って、あと30秒だった。え、なんで完璧だべ。オッケーっす。お前一滴も濡れてねえよな。いや、すごい、なんか全然濡れてない。え、絶対濡らさないでよ。待って、待って、待って、行け。やめて、待って、待って、え、もっと上じゃないの。おかしいでしょ。待って、行ける、行ける、行けるよ。せーの、はい。あ、お、すごい。ね、え、うまいや。マジか。待って、なんか、え、今53秒。え、あとで、ちゃんと入った気がする。結構入って、じゃあ、はい、1分経過。すごい。え、うま。え、ちょっと頑張れてる、頑張れてる。でもいけそう、まだいける、まだいける。すごい。え、うまいやん。もっと濡れる絵が欲しいんだよ。だって先行だもん。おー、すごい。おー。さあ、それでは高校の A チームの挑戦です。来ました。さあ、皆さん、自信のほどはどうですか。いや、もう申し訳ないけど、その前半全然濡れてなかったから、バラエティやるとかはなしでガチでいこう。そうね。一回ガチで勝負だから。そういうのは確かにね。めが一番怖いんだよ。いや、俺は本当にガチで。めが一番怖いんだよ。マジで俺企画潰すかも今回。いや、俺しないよ。さあ、それでは高校の A チームみたいな、はい、マジで企画潰すかもね。クロちゃんが気が潰そうとしても周りの2人はどうか。違う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 、協力プレイだろこれ。濡れないのがもっと大丈夫ね。きっと真面目にやってくれるよ。あ、いけるわ。ごめん、声が笑ってんだよ。いくよ。はい、はい、いきますよ。はい、それでは、どうするの。え、ほんとに無理なんだけど。チャレンジ、よーい、ほんとに無理なんだけど。スタート。え、お前ここマジで頼むって。オッケー、もうちょい上かな。やつ、じゃあお前絶対違う、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 いけ、頑張れ、絶対違う。お前バカさん、おかしいやん、これ。俺は
こにどこ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 マジかこいつら。おい待って、何が起きてんの。ちょっと何番ねえ。アホがいたわ。一人だって寝れないから。いやいや、そんなん阻止するよ俺が。ちゃんと全員で。ちゃんと全員で。そんなん俺が阻止する。阻止とか。俺が濡れたら全員濡れるんだよ。チームワーク、チームワーク。全員濡らしてやろう。最低なチームメイトだ。3対2対1やん。そんなん。ということで、勝利したのは B チーム。じゃあ先輩もしかして俺ら。よいしょー。ということで、はい。いややっぱファッション企画ってこうだよね。そうじゃん、初めて楽しかったね、悪い思い出ないよ彼。マジでありえないわ。いや次回こそは企画を潰します。なんで次回受ける気満々なの。絶対に潰します。呼ばないでくださいって言えよ。絶対に潰します。